これ食べるの？レッドワンワン。チャンネル登録お願いします。皆さん、おしまりです。今日はスペシャルなゲストの方と一緒にファンシーチェインスを回っていきたいと思います。はい、隣にいるシャイ君、こちらの方は日本の役者さんで塚原大輔さんです。よろしくお願いします。ようこそ台湾。大家好，我是中原大俊。これだけ。これ高原さん、夜市は行かれたこととかありますか？毎回舞台で来た時は必ずみんなで夜市、お酒も飲むし。やったー！チリが喜んでますが、こちらのファンシーチェインスは来られたことありますか？ここは初めてですね。こちら実は台湾で一番初めに政府が作った夜市って言われてて、すごい下町で、今日で言うと浅草みたいな。ちょっとやっぱ違いますよね。龍山寺は一回行ったことあります。だからこの辺ちょっと見覚えがあるなと思って、このディープな台湾をぜひ体験していただきたいと、はい、行きましょう。でもこういうアーケード珍しいなと思って、台湾なので。さっきもなんかお店の方と話してたら、はい、ちょっと誇らしげに心斎橋と同じだよって、うん、しかも夜市って呼ばれてるのにアーケードってなかなかない、うんうん、この夜市はすっごく一番有名なものですと、ヘビです。今はもうないんだけど、昔は演出として使わせてたんですって。ヘビ同士で、はい、さばいて、あ、そう、現場で食べる。食べる。そう。これ食べるの？今鑑賞用だって。いや食べます。え、食べるの？売ってるんだもん。保護されてる種類ではない。でも綺麗だよね。最初なんだか分かんないもんね、これ。ヘビなんだみたいな。漢方としてね、男が食べて元気になる。すごく元気になる。大丈夫です。今日は食べないです。今日よかった。もうすでに元気だから。そうそうそう。台湾料理といえば何か食べ物が出てくる？台湾料理といえばルーローハン。ルーローハンいただきました。実はこちら、はあ、ミシュランに選ばれたルーローハンの有名な老舗があると。嬉しい。行ってみましょう。じゃあ、乾杯。ようこそ、ようこそ。ありがとう。台湾ビア。台湾ビール。日本で飲んでもちょっとやっぱ違うんだよな。台湾で台湾ビールを飲んで、ルーローファンを食べて、最高です。台湾に来ましたって感じですよね。間違いない。これがミシュランね。はい、ミシュラン。正直私たちも初めて。あ、そうなんだ。ここの夜市は早いんですよ、閉めるのが。夜市なのに。8時には閉まっちゃうっていう。夜市の時間が短い。そうなんです。昼間でやってるのか。夜市ではないね。でも一応観光夜市です。じゃあいただきます。食レポ初めてかも。貴重な食レポ初めて。うまい。うまい。ミシュランとかって言われてるから、なんかちょっとやっぱ上品な気がする。そんなことない。やっぱりブランド力が必要だ。高尾で撮影した時、高尾のルーローファンも食べました。でこういう感じだよね。肉の大きいのがすごい美味しかった。あれもこれね、お箸で切れるぐらい柔らかくもう煮てある。最近日本でも台湾料理屋が増えてきてる。感覚ダメですか？僕そんなに気にならないんですけど、舞台で来た時に、まあ、2週間ぐらい滞在するんだけど、もう途中からやっぱみんなもう八角無理みたいな、バーガーキング行ったり。じゃあ高尾に現場では結構台湾語と聞きます？聞き分けることはできないけど、でも全然違うんですもんね。美味しいは好吃だけど、台湾語はほうちゃん。あ、もう全然違うんだ。あの時代台湾人にとっては母国語が日本語と台湾語ですよ。結構日本語のような台湾語いっぱいあるわけですよ。頭コンクリとか。頭コンクリ、頑固な人のことを頭コンクリって台湾語で言う。コンクリートが硬いじゃないですか。あ、そう。おもろ。頑固って言った方が早いのにね。頭コンクリって、それが台湾語ってのが面白いね。このスープも名物だそうです。何が入ってるんでしょうか？ヘビじゃないよね。ヘビじゃないです。あ、でもこれ台風。いただきます。塚田さん結構食べる方？食べます。よかった。うまい、うまい、うまい。これはなんかこっちで初めて味わう味かも。うん、うまい。うん、じゃあこれどういう味なんだろうね、これ。説明し難しい。日本にはない味。なんか奈良漬けみたいなのも美味しい。こっちもいいですか？はい。この生姜のスープはこっちで結構いろいろあるじゃないですか。はい。このやっぱ生姜はね、風邪にもいいし。あ、美味しいです。台湾のスープよかったです。このスープの中身をわさび醤油につけるっていうのは新しいですよね。色がちょっと違うよ、日本のわさびと。日本のスタイルではない。入ってきた味が違うね。辛台湾伝統的なラーメンです。ラーメンなんだ。ここも夜市のミシュランの麺屋さん。素晴らしい。はい、熱いよ、熱いよ。これは見た目はなんか豚骨ラーメン。伸びる前にラーメンだからいただきましょう。はい、
いただきます。この店は70年目です。すごい。あ、やっぱ生姜がね、うまい。さっぱり、あっさり。豚骨とは違う感じ、さっぱりしてるけどちゃんと濃い。これは何肉でしょうか。ん、大丈夫です、ヘビじゃないから。なんだこれは。豚肉です。おお、おいしい。深読みでいいっすよこれ。フィッシュチーズ2代。いや、だい2代目です。2代目。やっぱり家族でね、ずっと続いてるお店がいっぱいありますね、この辺は。なるほど。これもちょっと味見として豚肉の、もうこれ骨だもんね。大丈夫ですか。まあまあまあ、だからこれあれだよね、豚足の似たような感じ。美味しそうじゃん。尻尾ね、日本で食わないもんね。台湾人は全身食べます。感謝しながら。これはなんか甘ったるい醤油、はい、いただきます。うん、めっちゃうまい。めっちゃうまい。めっちゃうまい。これお、うん、めっちゃうまい。めっちゃうまい。プルプルで美味しいですね。好吃。好吃。本当美味しい。これ尻尾ってこんなに美味しいんだですね、周りの。またこのタレがね、日本人には合うかもしれない。せっかく台湾に来たらやっぱり日本にないものを。いや、美味しい。これはだってこういう路上屋台みたいな感じ、日本にはもう少ないよね。東京にはもうたまにあるぐらい。いや、尻尾うまいわ。豚の尻尾って短いもんね。あれ、こうなってたっけ、ピューだっけ。はい、こうじゃなかった。回ってない感じ。あれは漫画か。台湾の人はよく食べる。食べます。ルウェイという、そういう意味にしてちょっと完成。なるほど、まあ、おやつとして買って家でテレビを見ながら食べる。おやつに豚の尻尾、さすがです。と鶏肉の、あー、手ね。はい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 、あります。まあちょっと見た目は引いたけど、別に食べたらそう、うん、これは食べれないと台湾居留証もらえないんですよ。あれは臭豆腐は入ってない。臭豆腐は俺ね、ちょっとダメです。やっぱ近寄れないって感じ。やっぱ匂いがダメだね。一口も口の中に入れたこと入れられない。入れたらもう OK ですよ。じゃあ無理だ。納豆と一緒だよ、匂いだけ臭い。まあ、そうだよね。これ美味しい有名な臭豆腐はないか。あります。あれ、いや、やめてくれ、頼む。じゃあヘビと臭豆腐はどっちを選ぶんですか。いや、まあヘビの方がいいんじゃない。だって健康にいいし。あ、これやっちゃダメ。さすが男ら。日本とちょっと違うなってなんか思ったことはありますか。若い子が多かったですよ、スタッフが。若くてやっぱ女性が多かった。やっぱまだまだ日本はベテランの人が多いんで、それはすごくいいなと思いました。活性化してるというか、若い子たちは元気だし、すごい真面目にしっかり仕事してるから。ベテランの人たちがいるとやっぱ若い子は緊張しちゃうし、日本だとやっぱどうしてもこうね、すごく居心地が良かった。でもな、今回ドラマというよりもやっぱなんか映画を作ってるような感覚。監督とかもよくちゃんとコミュニケーション取れたし、うん、そういった意味ではすごいやりやすかったよね。役者として表現がしやすかった。題材が結構シリアスだから、うん、現場もちょっとピリッとした緊張感のある現場なのかなって思ってたんですけど。いや、もちろん撮影の時はやっぱ緊張感漂うあれだったけど、なんかこっちの人のいいところだと思うんだけど、すごくワイワイするじゃない。はい、日本だったら例えば控え室でギャーギャー騒ぐなんて、はい、まあない。でもこっちの人はまあそうやってみんなでよく喋ってワイワイやって、まあ本番になったら集中するみたいな。いいなと思いました。今回台湾で初めてこの映像の作品に参加されて、これからも台湾のこれはね、やっぱどんどんやっていきたいです。その舞台も、まあ、日本と台湾の作品合作を作りたいし、これからもやっぱ僕は日本でもそうだけど台湾でも役者として個人としても活躍できたらいいなと思っている。中国語はどうですか。我是中原大柱。あ、いいかよ。我愛你。誰が教えたんですかそれ。これナンバー4ですか。値段交渉の中国語。シューグやら。シューグやら。カショゲや。カショゲや。カショゲや。シューグやら。台湾語です。シューグやら。ボアイニー。それは多分ナンバー失敗だと思います。あと怒った時に。リンドーマ。リンドーマ。ボアイド。でも男になるとリンペイか。リンペイボアイドは。リンペイボアイドは。リンペイボアイドは。緊張感のあるの、みんなピリピリした感じの時にやってくる。ああ、ピリピリ。リンペボワイドワイ。楽しい雰囲気になる。ボワイニハンバーグ、ここもめっちゃ有名。美味しいよね。あ、ミシュラン、ミシュラン。すごいね、ミシュランばっかだ。やっぱ古いお店が多いので。みんな日本人も見たら楽しい。なかなかディープな台湾、うん。だって13年台湾なのに今日も初めて来たんだもん。あの彼女たちも初めて来たっていう。まあ俺的にはめっちゃ台湾だなっていう感じだけど。ここが台湾って感じです。面白い。立派だね、これ。これはきな粉。これはピーナッツの粉。ピーナッツ。台湾の肉まん。台湾ハンバーガー。まあ、ハンバーガーの形だもんね。いただきます。うん。うまい。トロトロです。
ですね。トロトロ。角煮最高。うまい。またこのパンがいいね。あと甘めな。甘い。ピーナッツもめちゃめちゃ甘いですけど大丈夫ですか？大丈夫。甘いの好き。甘いの好き。お酒も飲まれるし、甘いのも好きだし。顔に似合わない。ちょっと意外でした。辛いの苦手。本当だ。食べとか食べます？食べる食べる。南高かき氷とか？大好き。逆の絵です。日本の舞台やってる役者さん、お酒強い方が多いイメージなんですけど、うんうん、台湾公演で来た時に、まあ、台湾人のスタッフたちとも一緒にやってて、うん、なんでそんな飲むんだと、うん、毎晩飲む。仕事なくても家に帰ったらちょっと一杯ビールぐらいは飲みます。飲みます飲みます。なんで体がフィットですか？私も同じぐらいは飲んでるんだけど、私お腹めっちゃ成長してるんですけど。北原さんのお風呂舞台本当にパワフルで、うん、私が見たやつはもう阿波踊りを、うん、もうすごい汗が飛び散るぐらいな迫力で。なるほど。じゃあ仕事のせいかな。 YouTube だからずっと食べるばっかりだ。これやってね。そうデブデブの緑のダンスの YouTube ダンスに入れ替えようか。ところによるとオーディションで監督がすごくびっくりしたっていう話が、うん、そうね。シーンを本気でやったっていうの、うん、やっぱそっちの方がやっぱ実感込められてリアリティあるし、うん、そのシーンがこの役としてすごく人間を表してるシーンだと、うん、それがただ単純に叩いてるっていうことではなくて、それが忠誠心だったり当時の軍人の規律を守らせるためだったりってすごく重要なシーンだったんで、別に監督を驚かせようと思ってやってるわけじゃなくて重要なことだなっていうのは思ってた。それで喜んでもらえたんなら良かったです。いくらでも叩きます。お餅美味しい。美味しい。おお。シンクラ。87歳のおばあちゃんの厚木を。日本語話してますね。話せた。甘いものが好きだと。いただきます。もうめちゃめちゃシンプル。小豆の良さを引き立たせてる。ちょっといいですか。13歳から作ってるって。すごいことですよ。変わってないんだろうね、この味が。これもある意味職人さんの精神ですよ。うん、間違いない。このお豆腐の絶対手作りっていう。うん。うん、うまい、美味しい。そんなに甘くないんですけど。こっちのデザートって日本のよりも甘さ控えめじゃない、全体的に。そんなことない。健康的な。やっぱそう、そうですよ。じゃあこのおばあちゃんの13歳の時の話になると、後ろに貼ってるポスターのちょうどおばあちゃんが幼少期、この当時7歳とかいらっしゃったということだ。これが北原さんが出演されている台湾ドラマ金海洋公式、あとハミビデオ、なんか昨日ちょうど公開イベント700人の人がこう見てくれて、すごく評判が高かったんで、まあほっとしてます。よかったな。舞台はね、ほんと直接なんだけど、自分が表現したことはこう撮られて、やっぱ舞台とは違うなんか緊張の仕方があったかな昨日は。実際に台湾の映像を映画館でご覧になって、ご本人はどう思いましたか？自分やっぱ自分が自分の芝居見るとやっぱどうしても嫌じゃないですか。例えばあ、なんか違うなここ思うでしょ。自分のことにおいてはそういうことを考えながら見てましたけど、他のこの役者たちはみんな素晴らしかった。パワフルで濃密な時間が詰まってたな。これからも台湾の皆さんに喜んでもらえるような作品を作っていきたいなと思ってます。皆さんお楽しみにしておいてください。よろしくお願いします。じゃあ最後にあの叩くシーンで締めましょうか。はい。やめて、本当に叩いちゃうから。今日出てないから叩かれる方にしよう。叩いたらいいよ。チャンネル登録お願いします。